とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。今シーズンは22回。海スタートか。海スタートですね。エンチャントは、まあ、いらないかな。まあ、海スタートの時もあったよね。まあ、面倒くさい。ボスが出てこなければいいんですけどね。 OK、 あとこっち側か。ああ、まあ、特に一回問題なさそう。ああ、スケールいい。スケールめちゃくちゃいいな。これいきまーす。いきなりこれか。あのポーションバリアクールダウン選べるんで、これは素晴らしいね。スケールは性能もいいし、こいつは使える。よし。あ、なんでそっち撃つ。ゲイン。あ、はい、最初に押しときゃよかったな。2回終了、特に問題なし。一応、どうしよう。ソウル貯めていこう。もしかすると役に立つかもしれない。うん、まあないよりあった方がいいかな。一応持っていきましょう。あ、それを言うならあれか、サイスでもよかったのか。うん、サイスでもよかったんだね。終わりかい。楽勝すぎ。種持っていけ。なんか今シーズン楽勝っぽいぞこれ。もう全くなんか難しいところがなさそうな気がしますけども、どうでしょうか。 OK、 終わり。え、これでおしまいか。楽勝すぎ。あー、これパワーシェイカーよ。いや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 、エンチャントいいな。すげえいいぞ。いきます。でも武器もそろそろ変えたい。 OK な。これ確かネクロマンサーがもうちょっと出ない。な、やっぱ出たね。よっしゃ、オッケー。いいんじゃない。まだいた。やっぱりなんかここね、見覚えあるもんね、やっぱね。オッケー。でもまあネクロマンサーだけが、脅威なだけであって、あとはなんてことありませんね。はい、5回終了。まあまあこれでしょう、間違いない。でエンチャントも入れよう。まあ攻撃的にクールダウンの方でしょうね。うん、こんな感じか。いくぞ。あ、固まらないで。いた。 OK、 いいんじゃないですか。はい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 、クリーパー出るのね。でも1体だけか。うん、クリーパー出るけども1体だけですね。はい、おしまい。問題なし。ああ、これも、おーい、
まあドラだよね。ボーンクラブもいいけど、ソウルはもういいか。うん、こんだけあればなんか出てきた時に3発ぐらいは撃てるだろうし、問題ないでしょう。むしろソウルが必要だったかっていうことすらわからないけども、どうだ、なんか後々影の断片が出てきてくれればいいけども、出ない気もする。いや余裕だな。敵の数もこう大して多くないし、え、終わり？終わりか、終わりかい。本当に楽勝かも。あー、いらないね。どうすっかな、防具かな。防具にしとこうか。何がついた、トゲ1。おお、いいね、悪くない。トゲ1がつきました。でボスじゃないんだ今回。21回構成でちょっと短めなんだけども、ボスもあんまり出ないんかい。 OK、 危ねえ。じゃあ、え、もう出ない。いや余裕、これ高速周回だわ今回。変えとけ。ガース、あー、リフレッシュいいね、これでいけ。いいじゃん。こういう系だったら、よし、これはクールダウンじゃなくてよかったね。よし、いいんじゃないですか。え、終わり？まだボスじゃないんだ。変えよう。うん、どんな感じになる。お、なんか出るっけここ。いや出ないか。全然敵がいないんだけど。ああ、ようやくちょっと出た。このまばらに出るのやめてほしいな。もう一気に出てほしいんだ。はい、オッケー、いいね。終わり。あ、そっちにいたの。なんか矢が出たっぽいけど、いいか。いらんね。え、これボス2体しか出ないかな。ボスが2体しか出ないかもしんない。よし、余裕。本当に今シーズン何にもないよ。あ、でボスか。いや、いらんね。まあ一応持っとけ。商人の時にパワーアップしやすくなるんで、まあ、弓は打たないけども一応持っとけ。
うん、おーい、オッケー、弱っ弱っ、即射やっぱ弱いな。いいかな、うん、いらんね。で、パワー、まあ、どっちかでしょう。あ、いや、うん、パワーシェイカー上げるっていうのもね、いいね。パワーシェイカーでいけ。100、すげえ強い。え、ダメージどんぐらい ?4300、おお、いいね。せっかくね、クールダウンの防具持ってるんで、合わせよう。はいはいはい。あ、そうだ、置いてけ。で、俺はこっちで戦う。いいね、すごいいいコンボが入ったっぽいけど今の。え、終わり？え、終わりなの？本当にな、あー、なるほどね、なるほど、そうかい、失敗したなもうダブルパワーシェイカーでいけ。もうなんかお遊びみたいな感じでいきましょう。あ、なるほど、じゃあパワーちょっと失敗だな、うん、まあまあ100で若干は強くはなってるけども、95があるならば、うん、ちょっとやらなくてよかったかな。ちょっと失敗。よし、何が出る、そんなにいないよね。うん、 OK、 倒せる、お、倒せるね。ああ、よっしゃー、もう鬱陶しいこいつら。で、これでおしまいだね。全く問題ない。で、ボスやっぱ出ないな、これ亀に変えよっか。あ、いや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 、いや、これここはもう攻撃重視でいきたいから、このまんまでいきます。いや、なんかほんと装備がわけわからん装備になってきた。よし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 、さあパワーシェイカーだけがめちゃくちゃ強いっていうね。おお、速射だ。防具もね、武器もパワーだいぶ足りてないんだけど、それでも余裕で倒せる。あー、いいんじゃない、うん、バーストで。でもそろそろほんとパワーが全然足りないなっていう風になりそうだけどね。まあまあ行きましょう。最後の最後にユニークの商人来るし、まあなんとかなるでしょ。おい、いいね、うい、いいんじゃないですか。うん、リフレッシュも効いていいよ。終わり。え、ボスは次ああ、ボスだ。まあ、いらん。ああ、パワーシェイカーが、あ、いや、使えるわ。すぐ使える。速攻で倒せるよね、これは。OK。
け。おお弱すぎる。今回マジで弱すぎるぞ。なんか好きな武器がない。あーいやいや弱いな。まあまあまあいいか。もういいや。うん、好きな武器がないんだ。なんかね、いいのが出てきてくれればいいけど全く出ない。めぼしいやつが。しゃあ、あ、でもね、パワーシェイカー2つ意外と強いよ。うん、めちゃくちゃいい感じに倒せる。終わり？これで。ちょっと待って待って待って、商人いないぞこれ。商人いないわ。あ、どうしよう。まあまあいいか。あ、なるほど、商人がいないタイプだわ今回。なるほどね。いや、あったあった、商人がいないシーズンっていうのは。これか。まあまあまあ仕方ないね。よし。でもなんか次で武器取らないとちょっと倒しにくいね。なんか武器取りたい。うん、いや、さっきのところで取るべきだったか。ちょっと失敗か。まあまあまあ今回結構失敗が多いな。全くいいのはない。鎌ほぼ装備しないんだけど、まあ持っていけ。まあボス次第だな、エンチャントは。まあ、パワーシェイカーを使うからね、鎌でバーッといった方がいいだろうし。なんだ、おー、なるほど。ならば、クリティカルと、追い打ち入れとけ。うん。こんな感じで OK。OK。めちゃくちゃ強いじゃん、これで。いや、余裕すぎたな。今シーズンは本当に余裕すぎた。初見18分でいけるからね、これ多分15分切れるぐらいいける可能性がある。まあまあ使える。勇者よ勇者。お、これなんか良さそうな気がするぞ。だーぼ違う、全然ダメでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。